月間安江国を令和5年もう6月号ですあの前から僕のこの番組とか講演会でもちらちらっとお伝えしてました某、えー、車メーカー自動車メーカーとかねなんとかとかごまかしてましたけどねもうついにねついにあのご本人が「よっしゃ出てやるわ」ということで、えー、本日 サプライズで来ていただきました。えー、元。えー、U. F. O. 匿名係長さん。です。今日はよろしくお願いします。ま,すまず簡単にご紹介しますと、あの、本当にね。あの、世界。さんが。 社内で実は UFO を作れとビジネスジェット作れじゃないんですよ UFO を作れってこの言われてで本当に UFO の研究実験を続けてずっと来られたんです。僕はあ言っちゃったまあいいや <laughs> もう一方の 世界に名だたる日本の自動車メーカーの方から頼まれてちょっと UFO をね研究する秘密のプロジェクトがあるから参加してくれと言われてまあかなり昔の話ですがそこに参加しました大きな自動車メーカーの方の UFO 特命係長さんとはその後親しく付き,合わせて付き合いをさせていただいてきたんですが。 の方にも UFO 特命係長さんがいらっしゃるというのをね、このえ月間安江国王によく来てくださってる方々からえ情報をいただいてで紹介していただいたんですこれからね、まあ自己紹介を兼ねてなぜの中で UFO を作るなんていう非常に恵まれた ポジションにいらっしゃったのかその辺そういうことを少し語っていただけたらと思います。よろしくお願いします。中で,ですねあの研究員集会というまあ係長なんですね係長になると、えー、みんなまあ年一回みんな集めてですね、えー、そこでまあ講習会があるんですねいくつかのグループに分けられて課題は課題は自由に決めていいということで。 えーまあ、我々のグループ10人ぐらいいたんですかねで決めたのその課題が UFO だった、うん<ー>うん、UFO の、えー、調査ということで、えー、いろいろ調査してんですねで,でその時は私が、まあ、頭の中描いてたのが「まあ、あのバクチュー・ダ・フィーチャー」の「デロリアン」ですね。うんうん、でデロリアンを作れないかということで飛翔体の,のシステムとか、うんえー、そういうのをいろいろあの。 まあ構造はこういういにすするとと飛びますよとでハードウェアはこういうハードウェアが必要ですということである程度まとめてでその集会でですね、まあ、優秀発表者とかがいたんですけど、はい、全然我々は、ね、網にかからなかったんですけど,、ね、ど<う>何も賞は取れなかったんですけど。はい 僕は後日、まあ、1か月ぐらいしてからですかね、まあ、本社から連絡いただいて本社に来いと言われて<う>、ね、でその時の,あの研究集会の発表した、まあ、ビデオ制作したビデオと資料報告をしたんですね。まあ、そうしたらあの、まあ、実は我々はその火の玉研究会、まあ最初その UFO をあ見てこれは何だということで、まあ、調査を始めた。 でその人たちに呼ばれてで説明してこれをまああのもっともう一歩進めて、えー、研究しろという,ふうに言われたんであのまあ仕方なくですね <laughs> その仕方なくなんでこんなあの自動車企業でこういうことをやるのかなと思いながらまあ調査をあのまあ一歩深あの深掘りしながらやったないですか。つまり日の玉研究会という名前ですで、うんうん、にそういうことを研究されてたわけあ。ああさそうそうですね。 火の,の玉研究会をやっていたグループリーダーですね、うん、その方から呼ばれて、うん、あの説明したということですね。で引き続きやれということで。